はい、エサシスターハーム株式会社です。今回はね、小さい木の剪定方法と大きな木の剪定方法の違いを教えたいと思います。では始めたいと思いますね。その木は富士です。はじめはこの小さい木からやります。で、この小さい木の剪定方法ですけども、まず小さい木は素直に伸ばすということを前提でやりたいと思いますので、まあこれが種子なので、で、これ頭ですので、この種子に対して強い枝を落としたいと思います。この種子に対して強い枝と言いますと、この枝とこれなんですね。あとここにもありますので、この3本あるんですけども、ただ一気に3本は切れませんので、今回は2本切りたいと思います。まず今回切るところといたしまして、この枝とこの枝ですね。なぜかというと、この枝、種子に対してね、太る要素があります。こちらも同じです。多分これを今年残すとね、こっちとこっちどちらがね、頭になると思いますので、切ります。ただこの枝なんですけども、でここも切りたいんですけども、同じ太さなので、これは来年切るので、追い出しの線で切りたいと思います。で、追い出しっていうのはね、この先端に、ね、枝を残して、ここからここら辺は切るんですよ。落とす場合はね、それが追い出しと言いますね。で、これは来年落としますね。こういう風に軽くしておきます。木の負担を軽減するために。で、次はこの木も同様にね、素直に伸ばしたいので、この下の枝を落としますね。あと、こういう場合は先刈りをします。で、こういう小さい雪はね、先刈りをした方がいいと思います。枝を出すためにやった方がいいと思います。ここは種子なので、若いうちはね、高く強く伸ばしていきたいのでね、切りますね。半分ぐらい、ここ2つ枝がなってるんですけども、どちらかを頭にした場合はどっちを切ってください。そうしないとね、どちらの枝もね、伸び続けますのでね、あと木の樹勢も変わってしまいますので、切りますね。で、これで、小さい枝の剪定終わりです。次はこの大きな枝の切り方を教えたいと思います。大きな枝の切り方は、小さい木の切り方と違って素直に伸ばさなくていいです。こういう大きくなった枝はね、素直に伸ばすんじゃなくて、リンゴをたくさん取りたいので、バランスよく切るっていう。あとは重なってる枝と下がってる枝ね、下枝を取っていきたいと思いますね。まずやりたいと思いますけど、これが種子なんです。なので最初は、まずね、ここに病気があるんですけども、クランビはね。最初剪定を行う場合はね、こういう病気を取ってからやってくださいね。最初はこの病気を落とす。で、病気を落とし終わりましたら、次はこの種子に対して太い枝を抜いていきたいと思います。種子に対して強い枝という、こういう枝、あとここも強いですね。この枝、まずはこの枝を落としたい。ここも落としたいんだけども、この枝、来年あたり同じ太さになるんだけども、急に落とすとね、木に負担かかりますので、追い出しをしておきたいと思います。で、こんな感じにね、先端に枝残してね、追い出しをしておけば、切るとき負担かかりませんので。次なんですけども、下になってる枝。落としたいと思います。下の枝はね、光は当たらないのでね、色付きが悪いリンゴができるし、あと木の枝の樹勢悪いくなんですよ。伸びないです。なので下枝は落とします。これで下の枝はなくなりましたので、あと枝の配置の感覚としましてはね、こういう風にね、近くに枝を配置させないと。こういう風に近くに枝を配置させるとね、ここにも光当たりますので、それにリンゴになった時、この木同士がぶつかって風の影響でね、実が傷つきますので、
なので感覚を上げながら切っていって感じですね。こっちを切ります。ここもね、同様にね、近すぎますよ、板の配置が。なのでこことここを残すので、ここは落とします。たくさん枝がつきすぎてもね、木の樹勢がね、悪くなるんですよ。あの栄養が先端までいかない。それに実が小さいですから、木をある程度切りすぎずすることが大切だと思います。大体大きな木の剪定方法はこんな感じです。あまり素直に伸ばさなくてもいいと思いますね。あとね、大きい木の場は光が当てるように、ちょっと木の枝の配置のバランス考えて行うといいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、高評価登録お願いいたします。 Facebook と Instagram の登録もお願いいたします。では次の動画でまたお会いしましょう。